さあ始まりました。勝手に WJBL ニュース。今回は2022-2023 W リーグレギュラーシーズンの第12週で個人的に印象に残った選手を一人選んで紹介したいと思います。そこでまず各対戦カードで活躍した選手を少し見ていきたいと思います。まず見ていく対戦カードは富士通対トヨタ自動車。この対戦はトヨタ自動車の2勝という結果でしたが、主に活躍した選手は次の通りです。富士通は初戦田中選手が14得点11リバウンドのダブルダブルの活躍をし、町田選手は2戦で35得点と得点面でもチームに貢献していました。トヨタ自動車はステファニー選手が2戦で27得点と勝利に貢献し、2戦目山本選手はチームトップの17得点で勝利に貢献していました。続いて見ていく対戦カードは山梨対愛新。この対戦は愛新の2勝という結果でしたが、主に活躍した選手は次の通りです。山梨は岡選手が2試合ともにチームトップとなる得点を記録し、攻撃面を引っ張り、中山選手は2戦連続2桁得点でチームに貢献していました。愛新は米谷選手が初戦ベンチスタートながら15得点の活躍で勝利に貢献し、上永選手が2戦で27得点と得点面でチームを引っ張っていました。続いて見ていく対戦カードは日立ハイテク対姫路。この対戦は日立ハイテクの2勝という結果でしたが、主に活躍した選手は次の通りです。日立ハイテクは丸見選手が2戦目24得点14リバウンドのダブルダブルの活躍で勝利に貢献し、同じく2戦目中野選手が21得点の活躍で勝利に貢献していました。姫路は初戦分野選手がベンチスタートながら18得点と活躍をし、2戦目白崎選手が22得点10リバウンドのダブルダブルの活躍でチームに貢献していました。続いて見ていく対戦カードは東京羽田対新潟。この対戦は東京羽田の2勝という結果でしたが、主に活躍した選手は次の通りです。東京羽田は2戦目尾崎選手が11得点13リバウンドのダブルダブルの活躍をし、同じく2戦目高野橋選手が21得点の活躍で勝利に貢献していました。新潟は2戦目この試合スタートで起用された坂田選手が13得点の活躍で攻撃陣を引っ張り、同じく2戦目北川選手がチームトップの14得点でチームに貢献していました。続いて見ていく対戦カードは荒野マーレ対トヨタ防縮。この対戦はトヨタ防縮の2勝という結果でしたが、主に活躍した選手は次の通りです。アラーマーレは北川選手が2戦で28得点と得点面でチームを引っ張り、2戦目高橋選手が13得点とチームに貢献していました。トヨタ防縮は初戦伊波選手がチーム唯一の2桁得点となる11得点で勝利に貢献し、2戦目深井選手がチームトップとなる9得点で勝利に貢献していました。続いて見ていく対戦カードは連想対三菱電機。この対戦は1勝1敗という結果でしたが、主に活躍した選手は次の通りです。伝送は高田選手が2戦目のダブルダブルを含む2戦で37得点の活躍でチームに貢献し、2戦目赤穂ひまわり選手が15得点14リバウンドのダブルダブルの活躍で勝利に貢献していました。三菱電機は渡辺選手が2戦で47得点と活躍し、攻撃面でチームを引っ張り、2戦目小菅選手が18得点12リバウンドのダブルダブルの活躍で勝利に貢献していました。最後に見ていく対戦カードはシャンソン対エニオス。この対戦はエニオスの2勝という結果でしたが、主に活躍した選手は次の通りです。シャンソンは初戦ウチェ選手が16得点11リバウンドのダブルダブルの活躍をし、2戦目吉田選手はチームトップの21得点と活躍していました。エニオスは2戦目、長岡選手が18得点の活躍で勝利に貢献し、渡嘉敷選手は2戦連続ダブルダブルの活躍で勝利に貢献していました。ということで簡単に各対戦の主に活躍した選手を見ていきましたが、それでは第12週で個人的に印象に残った選手を勝手に MIP として一人選んで紹介したいと思います。第12週の勝手に MIP は、三菱電機の渡辺彩選手です。第12週は日立ハイテクのアーリーエントリーで加入した久保田選手は2戦目に2桁得点の活躍を見せていましたし、エニオスの渡嘉敷選手は圧巻の活躍を見せていましたが、今回は渡辺選手にしました。渡辺選手は三菱電機の絶対的なエースですし、
W リーグを代表する選手です。また今シーズンは現時点でアシスト部門で1位になるなど、得点だけではなくアシストでも貢献し、スティールでも上位にランクされるなど、攻守でチームの中心として活躍しています。特に上位チーム同士の対戦では、より活躍が凄みを増してくる選手でもありますが、今回のデンソーとの対戦では、初戦は勝利とはいきませんでしたが、約39分に出て23得点7アシストの活躍。2戦目は約38分に出て24得点6アシストの活躍でチームの勝利に大きく貢献していました。今回の対戦ではターンオーバーも多かったので、本人としては反省も多い試合でもあったかもしれませんが、勝負どころでの渡辺選手の活躍は素晴らしく、特に負けはしたものの、初戦の渡辺選手の勝負どころでの活躍は、これぞエースと感じさせる活躍だったと思います。プレーオフでも当然勝負どころでは渡辺選手が攻撃を牽引すると思いますし、間違いなく活躍してくれると思います。三菱電機はファイナルから少し遠ざかっていますが、再びあの舞台に行くには渡辺選手の活躍は必要ですし、痺れる場面でどのようなプレーをするのか注目が集まると思います。ということで第12週の勝手にマイピーは三菱電機の渡辺選手を選びました。今回は第12週の活躍した選手を見ていきましたが、今回紹介した選手以外にも活躍した選手はいますし、数字に現れない活躍をした選手もいます。レギュラーシーズン最後の週となる第13週は一体どの選手が活躍をするのか、ぜひいろいろなチームの選手にも注目していただけると嬉しいです。それでは今回はこのあたりで終わろうと思います。動画を見ていただきありがとうございました。次回以降の勝手に WJBL ニュースもよろしくお願いします。